こんにちは香水です今日は男性から大事にされない人の特徴についてお話ししていこうと思います何度も彼氏を変えたりとかしてもいつもどの彼氏にも最終的には大事にされなくなってしまうとか友達とかでもね結局は最後放置されたりとか適当に扱われてしまうっていう風になってしまう人がいますそれはなぜそうなってしまうか ということの今日はその要因とあり方についてお話してみようかなと思っていますまず結論から言いますと他人に大事にされない人っていうのは他人からあるいは他人から適当に扱われている人他人から邪権に扱われ続けている人はまず自分を大事にしていないという生き方をしていますこれはほぼ全員に共通する考え方で ま在、あ、り方なんですね。そしてこれに該当する人というのは自分を大事にするってどうやったらいいんですか？とか、大事にする意味が分かりません。とか、大体おっしゃるんですね。で、ここでここにも該当している人はまあ、現時点で自分を大事にできていないと思います。で、自分を大事にしていないと。なぜ他人から大事にされないのか？ 他人かから適当に扱われててしまうのかっていうのっと自分を大事にしていない人って周囲の人から見た時にこの人は自分のことすらも自分で大事にしていないからあこの人大事にしなくていい人なんだっていう風に判断されてしまうんですね。でまあこ本人自体が自分を大事にしてほしいって思っていなさそうだからあ適当に扱っていいんだっていう認識をされてしまうからっていうことなんですよ。 ではこれに該当してる人はどうしたらいいかっていう話なんですけどとにかくまず他人に大事にしてもらおうと思う前に誰よりも自自自分分が身を大事にするところかから始めていかないいと話にならなならんですね。なので今日は自分を大事にする人はどうやってるのかどんな心の動きをしてるのかどんなことを普段思っているのか。 どんなあり方で生きてるのかっていうところをちょっと細かくね深く深く掘り下げてお話してみようかなと思うんですよ。でこの部分っていうのは外見的に、えー、外かかららら見たらよくわない部分です心の中でやってること心の中で起きてることを今日は話をするのでそれは多分これに該当する人に役立つと思うんですね。外かからら見ててわないことって まあ普通人ってあんまり語らないので見えないからそれができてない人から見たときにわからないんですよね。だから今日はそのわからないベールに隠されてるというかあえて人はこれをやってる自分を大事にしてる人がそれをやってることを人に言わない部分を話していこうと思います。で じゃあ自分を大事にしていない人ってどうしてててていいな人っっどううるかとね自分の心の中に起きた感情とかあるいは感覚ですねを無視してるんですよ。例えばあなたが急にね結婚に焦る気持ちが出てきたとします。 多分この段階ではひたすら焦ることに苛なまれていて「あ早く行動しないと」とか「誰々ちゃんと比べたら私は彼氏すらいてないから」とか「あの人もあの友達もあの人も結婚したのに私は未だに彼氏すらできていない」とかそんなことで頭がいっぱいになってると思うんですね。ではそそしして早くそれを解決解決消しなきゃ ってなっていてもうとにかく焦りから慌ててアプリに登録したり結婚相談所に登録しようか本気で悩んでネット検索しまくったりとかこういうまあ突発的な行動を起こす人がすごく多いんじゃないかなと思います。 でもこれって突発的にやってる行動だからなんかその後にちょっと嫌な目に遭うだけでも落ち込んで行動が止まったりとか面倒くさいなって途中から思うようになってフェードアウトしていくっていうパターンなんですね。で今度はそんないや自分でやり始めたことなのにもかかわらず続,か続けられなかった続かない自分に今度は自己嫌悪になっていくんですよ。で、自分を責めるという。このた新たな… アトラクションを始めていくっていうこんな感じの流れなんですねそしてまたそれで一旦なんか自己嫌悪になってストップして自分なんてみたいな始まるんですよ自分を卑下するアトラクションが始まってでまあ婚活はそこでストップですよねでそれでしばらく何も動かへんとでそうしてしばらく数るうちに今度はまた周囲でねあなたの周囲でねそう結婚を自分が結婚したくなる焦らすような出来事が起きるんですよ 他人にね起きた時にまたねやばい私まだ彼氏できてないとか思い始めてまた突発的に動いてでも突発的に動いてるからまた疲れてでまた続かない自分に自己嫌悪しててこのループを何年もやってるんですね多分やってると思います。はいではこういう人はどこがずれてるんでしょうこの一連の流れのどこから変えていく必要があるか分かりますか これが分かってる人は自分のことをよく見ているし、大事にしていると思いますね。で、答えはですね、結婚焦るというけ感情が出た時。この時に突発的にね、動くよりまず前にやるべきことがあるんですよ。それは、いやそもそもなぜ私はこんなに結婚に焦っているのだろうと、自分に投げかけることであったりとか、あるいは私は本当に、 純粋にね自分の気持ち純粋に結婚したいんだろうかと問いかけていくことが先なんですね。自分をを大事にししててていないな人ってここをほぼスルーまますやってませんで本来ならば一番大事な自分のはずなのにその自分の中に生まれた素直に生まれた感情を無視して放置したまま周囲の雑音を行動の軸にしてひたすら やっても無駄なな努力を繰り返すっていう感じなんですだ、ではそもそも自分はなでそんなに結婚に焦っているのだろうと問いかけた時いろんな理由が出てくると思うんですね、まあ、例えばずっと仲良くしてた友達の A ちゃんも B ちゃんも立て続けに結婚してしまったとそうすると今まで遊んで一緒に遊んだり共感してもらえるようなお友達がいなくなるこれが怖いとかね。 それとかその中でまるで自分だけが余りものみたいに思えてきて自分の価値が下がったように思えて落ち込むとか遅れを取っていることで自分を責めてしまったりみんなはできたのになんで私はできないんだろうっていう気持ちがあったりとかも出てくるかもしれません。他にも例えば親が口を開けば「やれ結婚しろ」とか「まあ、孫の顔が見たいだ」とか言ってくるとか。 親戚ががお盆とと正月にあなたいいつ結婚するるるのっっててうるさく言く言れることが思い浮かぶかぶもしれませんでそんな親を安心させてあげたいとか思ってみたりとか逆に口うるさく言われるその親戚たちの口を封じたいから結婚したいと思ってみたりとか、ね、結婚していない自分を余りものみたいな言い方をするその親戚とか会社の人たちをなんか見返してやりたいという感情が出てくるかもしれません。 もっと言うなららそこから派生してですねどうなるかっていうともしかしてこのまま一生一人だったらどうしようっていう不安が出てきて「孤独死」という文字が頭に浮かんだりニュースで見た独居老人が何日間も死んでるのに放置されたままなんか近所の人が一周がするからっていう報道でその、えっと、通報でね誰かが見に行ったら死んでたみたいな。 そんな話が頭によぎって、いや、もしかして自分も最後そんな死に方するんじゃないだろうか。いや、絶対そんなの嫌だと思うかもしれません。多分ね、掘っていったらもっといっぱい出てくると思うんですけど、例えば、元彼が先に結婚していて、なんか幸せそうにしている姿を SNS とかで見てね。で、この人とね、もし私が結婚していたとしたら、今頃こんな悩みを持たなくて、幸せに暮らしてたかも。 暮らしてたかもしれないのにあの時こうしとけばよかったかもしれないとかねなんか負けたような気がして悔しさが出てきたりとか,か一言で「焦り」って言ったってちょっと今ねこうやって掘り出しただけでもこれここまでこんな感情が自分の中に渦巻いてるよっていうことを自分でそれこそ説明できるぐらいまで明確にしているかってことなんですね。 これを自分分が自自のの心の中を見ていくこと、自覚していくっていうことなんですよまずはそれをやること、うん、これをまずやらないと話にならんしまあでもここで終わりじゃないんですけどねこれだけまあ出すだけでも出さないよりはマシなんですけどまあでもこれだけでは解決しないんですけどねうん本当にその不安や焦りそして深く掘り下げて結局じゃあじゃあ自分はね一体何が怖いのって。 どうななるのが最悪嫌なのかってていいうのを追求していくんですよただのつまり自分は何が一番怖いのかここをとことん見ていくっていうことが大事なんですね。でね、まあ、これちょっと今日ここからちょっと今日のテーマとはちょっとだいぶ違うというかまあ深い話テーマーと違うくないんだけどこれをね人の悩み人の不安人の焦り そういったネガティブなもの全部共通するものでどこまでも地下まで地下っていうのは比喩ですよ掘っていったら何が出てくるか話しますね今日のちょっとお題とはちょっとずれますけどでも大事な話なんですしますねでこのねとことん見ていくでしょとことんまで奥まで見ていくとどんな不安やどんな焦りも行き着くとこは実は同じなんですよ皆さんは 常に忙しい日常に流されて生きてたりすると思うのでとことんまで自分の闇を見ていないから気づかない人も多いんですけれども答えって実はもう決まってるんですよ。例えばこのね結婚焦ってる女性を例題にしてじゃあこの人何が怖いか何が一番嫌なのか考えてみてほしいんですね。あなたの悩みでもいいですよ。あなたが今抱えてる悩みが怖い不安恐怖、えー、焦り。 があったとしたら、じゃあそれの究極、それが最悪になった場合、何が怖いか、ちょっと考えてみてほしいんですよ。そうするとね、おそらくね、結婚できないことが一番嫌なことじゃないはずなんですね。最悪、結婚できなくてもですよ。例えばですね、将来十分に食べていけるお金があったりとか、旦那じゃなくてもですよ、ずっと近くにいて、自分を愛してくれるという保証がある相手がいたらどうでしょうか。 たととえ結婚できななくても、あままり不安じゃないと思い思例えば10億ぐらい手元にあってですよで夫ではないにしてもでもずっと自分を愛し続けてくれる誰かがいるという保証がもしもあったとしたら結婚結婚ってならないと思うんですね結婚焦る気持ちなんてほぼ出ないんじゃないかなと思いますじゃあこの結婚を焦るあなたにとって一番恐れてるものは何かわかりますかここまで話してきてきあなたは、 この結婚を焦っている気持ちの正体が何かわかりますかね。今日結構深い話ですよ。途中ね。まあ簡単に言うとズバリ、孤独と死の恐怖なんですよね。まあ私は普段これを闇、積み孤独っていう表現をしてますけども、闇の中の最大限の闇が死ですよね。人間にとって。つまりどんな焦りやどんな不安も、 とことんまで突き詰めていくと「闇、み孤独が怖い」っていうところに行き着くんですよ。孤独と死さえ怖くなかったら結婚できないことなんて何だ悩みにすらならないはずなんですね。ここままででたどど、り着くほど自分の心の中見ててあげてますでしょうか。っていう深い話です。でそのね正体がわからないその焦りの正体がわからないからねそして「闇、みみ孤独」という見たくない正面から。 見たくないものを避けているからいつまでも得体が知れなくて怖い怖い怖いって言って解決しないっていうことなんですねで、今日のお題とはやっぱりちょっとねちょっと今ずれて話してますけども大きな意味の答えを言いますとその生きる上での不安や恐怖や焦りってね この闇罪孤独と完全に向き合ってその正体を分かってそれすらも神の意図があったということを知って生きられるようになったら他の普通に生きてる時の悩みなんてほとんどなくなります。でねそれを解消する役割をずーっとしてきたのが宗教なんですよ。宗教って言っただけで日本じゃすぐに「宗教や」とかって言いますけど。 そこをおざなりにしてきたから、毎日が不安で恐怖で焦りで生きるしかないっていうのが現代の日本人だと思うんですね。私は一旦宗教という言い方しましたけど、言葉は違う言葉でもいいんですけど、これつまりは真理。誠のと、理科の国語参出理科の理科の理ね、と書いて真理ですよ。今の日本人はこの真理が欠落していると思うんですね。だから何もかもが怖くて不安でしょうがないんですよ。 それをレジャーととととかかかか恋愛とか仕事とかにごまかしてて生きてる人がほんんどなんですね。私は人様の悩みを扱ってるプロだから悩みをとことん追求した真理にたどり着くっていうことが分かったし実は他のどの分野でも最終的には真理にたどり着くんですよ。真理イコール神ですけどね。この世界を作った存在こそがなぜあなたにその闇・積み孤独を与えてるのかっていうのの種年かしを知ってる存在は神しかいないから。 理屈から考えたら当然のことなんですけどみんなそここまでで自分の心の心中を深く掘り下げて見たことがないんですねさて今日の本題の話は戻しますけど今結婚を焦る人の感情をとことん最後の底の底,の底まで掘っていった話をしましたが、まあ、これぐらい深く深く自分の心の中を奥まっていてそれを見ないふりをしてごまかして一生を終える人がほとんどなんですね。あなたが本当にその 焦りや恐怖や不安から完全に逃れたいとするならばここの放っていいく作業をすするととだと思いますそれ以外この不安恐怖焦りから完全に解放されることはありません。ありませんってことを私はこの仕事のプロとして断言しておきます。で自分を大事にするっていう話にまた戻りますけど結婚焦るという不安が出た場合まず何をすればいいかというと自分は何に焦ってるのか。 何が怖いのかを自分自身が明確に認識できるぐらい自分の心と対話することがまずは大事ですそして最悪のパターンを考えてそれを解決することを考えてあげたらいいだけなんですね例えばまあ現実的に結婚できなくて何が嫌だって、まあ、孤独が嫌だとしますよね孤独死し,しないようにするにはどうしたらいいかをまあ一生懸命自分と対話して考えていくんですよで具体的に言うとですね例えば、まあ えっと、孤独死が嫌ならば、まあ、もしずっと一人だとしてでも他人でもいいから見てほしい。 他人でもいいから自分を見とってほしいって思うんであれば老人ホームで誰かに面倒を見てもらう必要もありますよねだったらそうできるお金を稼がないといけないという策も出るでしょうしもしくは最悪お金もなかったらどうしようと思うのであれば時には覚悟を決めて生活保護を受けて生きていこうと決めるとか誰かに見つけてもらえるように人間関係のネットワークを今から構築していくことを考えるとかね今からすれば全然間に合いますよね。それもいいでししょうし そんな人生になるくらいならもう今,今ねこの時点で何が何でも結婚するために活動しようって決意することの一つですねだからそこからがむしゃらに活動しまくってもう結婚できるまで諦めないと決めるとかそれは人によってどう生きたいかあなたがどう生きたいかどう死にたいかは違うので自分でその最悪のパターンを考えてその最悪のパターンに覚悟を決めるってところまでをやってるとそこまで不安にならないと思います。 でこの闇を見ていくことを避けてね見ないようにして最悪の場合どうするかの対策も方策も考えてもいないからずっと焦って一時の感情だけで行動するだからすぐ疲れて行動をやめてしまうっていうこのねいつものパターンを繰り返してしまうということなんですね。でちゃんとここまで掘り下げて上で婚活してたらですよ自分の心の中をね途中で疲れてやめるとかならないんですよ。 だって辞めたらどうなるか自分の中で明確に分かっているからやめる気にならないんですね。なんで疲れて辞めるかというと最悪の事態を見て見ないふりをしてなかった見て見ないふりをしてなかったことにしてごまかして生きてるからなんですよ。現実を見ようとしていない見ないんですね。見ないでなんとかなるだろうと思い込もうとして感情もも未来も見なないからなんで,す、ね、でも一度起きたことっていうのは消えるわけではない。 心の中に起きた不安というのは消えるわけではありませんから一時的にはごまかせてもその後何回でも浮上してきます人間はこの闇罪孤独から誰一人として逃れることはできないからです私はこの仕事をスタートしてから根本解決をまあもちろんね表面的に「大丈夫よあなたは大丈夫よ」って言ってあげて一時的に 安心させるっていうのもありだとは思いますけれども、まあ、それはねそれが得意な、まあ、先生っていうのかな人がやればいいと思っていてもう、まあ、私は悩みとか不安とかを表面的に一時的に何とかしても結局ねモグラ叩きじゃんと思うんですよ。モグラ叩きみたいに一生さ出てきたモグラをポンポンモグラっていうのはまあ悩みね不安とか恐怖とかモグラに例えてるんだけど出てきたたびにさモグラ叩かないといけないと。 それやり続けてなんか意味あんのって私思っちゃうんですねだったらもうねもぐらもろとも出てこれなくした方が良くないって思ってしまうタイプなのですごく合理的なんでだから悩みというものをもう根絶してやりたいってずっと思ってたんですよ。 で今の仕事をやってきたんですね、研究してきたというか、でそうやって研究するのが好きだし、まあマニアックだけれどもこの世界の仕組みを知ることを面白かったし、自分を探求することも面白いって感じている人間なんですね。でそれがまあフィ、えーは仕事に繋がってるわけですけど、こんなあの研究者みたいな私が出した結論を今日はかなり深掘りして伝えてみました。 最後のところは真理までたどり着いてしまったんだけれどもでもこれ答えなんですねでだから根本解決しようとしたら真理にたど,たどり着かないと無理なんですよ。で、まあ、自分を大事にするところからずっと深く掘っていったら真理にたどり着くまでのあなたがどこまでをやっていくかは自由なんですね。最後も最後までや,やってでも自分のその解決したい感情を何とかしたいのかそれとも、まあ、ある程度解決したら、まあ、あとはごまかして生きるそれでも構わないのか。 それは自分の自由なんだけど、まあ、不安とか焦りとかネガティブな感情の正体は根本的な解決策について、まあ、今日はちょっと参考になればいいかなと思って話してみました。お役に立てれば幸いです。ということで本日のお話は以上になります。最後までお聴きいただきましてありがとうございました。また別の音声動画でお会いしましょう。